歌声ホールとはちょっと違うアンダービート。演奏が20名点はチームワークでカバーします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆様こんにちは。こんにちは、アンダービートです。よろしくお願いします。皆さん、いつも の歌声ホールでお伺いしていますが、温度どうですか？暑さどうですか？大丈夫ですか？暑い、寒い、ちょうどいい、ちょうどいい、我慢できる。ありがとうございます。それから、ね、入場される時にお手元に多分写真渡されていると思います。その中にアフタービートの1枚の紙も入ってます。裏側に歌詞が入ってます。ちょっと小さいですけれども、歌声ホールのイメージでもしよかったら一緒に口ずさんでいただけたらなと思って文字を入れております。どうぞお手元にお取りください。一緒に歌ってくださいね。それから音量の件なんですけれども、いつもの歌声ホールアフタービートのイメージでちょっと音量抑えめにしてます。それなので若い方々にはちょっと物足りないかもしれませんが、ゆったり聴いていただけたらと思っております。今日のアフタービートはね、ちょっとこう大人な感じしませんか？服装がね、いつも好きで晴れてやったらきっと音楽になると思います。はい、今日お届けする曲は少し大人な曲を選曲いたしましたので、はい、どうぞお楽しみください。始めていきましょうか。はい、じゃあまずはアレンジと味。さあ、1曲目は鈴懸の道。Thank you.
は人とようさん。あれです、あれです。5月に咲く花水木。はい、こちらくださいね。緊張するから続きいきます。Thank you.
みたいなのを感じます。大人ですよ、次は。そうなんです。はい、大人です。次は、マシケナダ。マシケナダ。ボサノバにチャレンジします。どうでしょう。ちょっとじゃあ、大人のかぶり方。どう？どうかな？あ、嬉しい。大人の拍手、これは。Thank you.
曲になってしまいました。次は歌声ホールでも、はい、皆さんと一緒に盛り上がったあの曲を持ってまいりました。地元の人気者、わかります？地元の人気者、アフタービートもそうですけれども、例のチンチンって走るやつです。そうです、半回戦、ね、半回戦っていうところ、また皆さん大きい声で一緒に盛り上がってください。お願いします。はい、聞こえてますか皆様、私の声が明るやか。インカも入ってます。